ニュートンとリンゴの木、発売まであと1日だ。いよいよだな。本当だな。今日はラビたち、ナイチチコンビでのカウントダウンか。誰がナイチチか。エミーはあいつ、ナイチチのふりして実はあるからな。ああいう中途半端に膨らんでるやつが一番たち悪いんだ。私だって膨らんでるぞ、バカ者。だいたいナビが言ってた爆乳パウダーとやらはどうした。いつまで経っても完成しないじゃないか。いや、完成してないわけじゃないんだが。本当か？くれよ、ちょっと分けてくれ。なんだよ。ダメだ。なんでだよ。覚えておけ、アリス。世の中のチッパイフリークはな、巨乳好きよりもはるかに面倒くさいんだ。チッパイフリーク？アリスのなりのセンターヒロインが作中で急に爆乳化してみろ。最悪、ラプラシアンの事務所にミサイル飛んでくるぞ。お前、その発言は今いろいろとシャレにならんぞ。その辺の色物系のシーンはラビが担当する。アリスはそのナイチチを振りかざしてロリの王道を行け。色物系…なんだよラビ、作中で一体何したんだよ。ラビ。ではここで作中挿入ムービーからラビの抜粋ムービー。みんなまた明日本編でな。やれやれ、修二はこのラボのことをまだ何にも理解できてないようだな。ならばラビが教えてやる。このラビラボラトリーに充満する狂気、情熱、執念、快楽、その全てを骨の髄まで叩き込んで来世まで忘れられない体にしてやる。覚悟はいいか？ラビラボラトリー、ラビラボラトリー、ラビリコピリララ、ラビラボラトリー、ラビラボラトリー、ラビラボラトリー、ラビリコピリララ、ラビラボラトリー。ほら来た、よく来た。さあ何が欲しい？何でもあるぞ。ラビラボラトリー、科学と魔術がドロドロ溶け合うエイジの術後、ラビラボラトリー。何？童貞を卒業したい？ふむふむ、青年大使を抱きか。ならばその童貞をこのラビラボラトリーで消し去ってやろう、このラビがな。いや待て待て、落ち着け、チンクルしまえ。もらってやるけど、お股は開けん。まずはお前がなぜ童貞なのかを考えてみようじゃないか。そもそもお前はちゃんと女と喋ることができるのか。自分なんかが話しかけたら申し訳ない、嫌がられたらどうしよう、自分を誤解されたくないとか余計なことばかり考えてるんじゃないのか。